トロペオグナトゥス。トロペオグナトゥスは、南アメリカのアキゼンキ産の大型翼竜の属。竜骨状突起を分布に持つことで知られる、オルニトケールスカ、またはアンハングエラカに属し、アンハングエラ属に近縁と考えられている。模式種であり、唯一の種は、トロピーグナサズミセンブライネスであり、第二の種であった。トロピーグナサズロブストゥスは、現在では、 アウンハングエラに属ると考えられている。1980年代、ドイツのミュンヘンにある、バイエルン国立古生物学地質学博物館は、ブラジルの化石賞から、セアラ州、アラリペ第地より発見されたと思われる翼竜の、唐骨化石を購入した。その化石は1987年に、ペーター・ベルンホーファーによって、トロピーグナサズミセンブライネスの無式標本として、 記載、命名された。俗名はギリシア語のトロピス、竜骨、クネイサス、アゴに由来する。種商名ミセンブリノスは、コイネーで、正語の南野を表す言葉で、その化石の出所が南半球であったことから来ている。模式標本、BSP1987I46 は、サンタナルイソのロムアルド武装から発見され、アプト期から大武器に推定されている。 標本は頭蓋骨と下学骨からなる。2番目の標本 SMNS56994 は部分的な下顎からなり2002年にアンドレ・ジョック、ベルドメイヤーによって同定された。2013年にアレクサンダー・ケルナーが第3の標本を報告しその標本 AMN6594V は大型で硬い部とを除く各部位の大骨格と 頭骨からなっってていたベルンホファーによってによ1987年トロピーグナサズミセンブライネスが名付けられた後、他の研究者はその標本は、それぞれが別の属に属すると考えるようになり、大きな分類上の混乱を引き起こしている。アレクサンダー・ケルナーは1989年にその、標本がアンハングエラ属のものでありアンハングエラ、ミセンブライネスであるとし、 ベルドメイヤーは1998年にコリバンカスミセンブライネスと分類し、マイケル・ハストンケドは2001年にクライリンカスミセンブライネスであると主張した。2001年、デイビッド・アン・ウィンはトロペオグナトゥス標本をオーナサカイラス・シーマスと同じものであると同定し、トロピーグナサズミセンブライネスを新山異名の無効名であるとしたが、2003年に オーナサカイラスミセンブライネスとして復活させた。2003年ベルドメイヤーは、トロピーグナサズと、オーナサカイラスが同族であるとの説に同意したが、オーシーマスがオルニトケールス族の模式種であることは、認めず、オーコンレシロストリス。アンウィンが、ロンコデクテスロンコデクッツと名付けた標本を、模式種として指定し、クライリンカスシーマス並びにクライリンカス、ミセンブライネスという名称を使用した。 2000年、ケルナーは、ベルンホファーによる、元気祭の名称トロピーグナサズミセンブライネスを、再び使い始めた。2013年、大スサロドリゲスとケルナーは、トロペオグナトゥスが有効名であり、T ミセンブライネスの一種のみを含むと結論付けた。1987年に、ベルンホファーは、よりがっしりした下顎である、BSP1987i47 をもとに、 して、第二の種トロピーグナサズ・ロブストゥスを命名した。今日ではこの標本はもはやトロピーグナサズ、ミセンブライネスと同族であるとは考えられていない。トロピーグナサズ・ミセンブライネスは、標本 AMN6594V の大きさから推測できる限りでは、翼海長は8.2メートルに達したと思われる。T ミセンブライネスはその分布とした顎の仮面に、 特徴的に突出した流骨状の龍器を備えていた。上顎の龍器は、粉炭から始まり、頭蓋骨に開いた大きな開口部である、微前岩かまどまで背面を広がっている。さらにより小さい龍器が化学骨の化学結合のあたり、お互い周辺から下方に突き出している。多くのウルニトケールスカ翼龍は、頭骨上面から突出した丸い骨質の龍器を持っているが、 これは特にトロペオグナトゥスでよく発達して、大型化している。標本 AMN6594V において、動詞は12個あり、そのうち、第1第5動詞は融合して背心骨になっている。その中では、第4動詞が、最も長く、肩甲骨との関節面を持っている。5個の潜水はすべて融合して、複合潜骨となり、腸骨とも融合している。第3。 第四戦追にはその腹側に流骨状突起があるが、これは他の抑流標本では観察されたことがない。腸骨前縁は大きく髪型へ曲がっている。肩甲骨と右甲骨は融合して、肩甲右甲骨を構成する。胸骨は比較的大きく太くて短い胸骨曲を持つ。肩甲右甲骨は胸骨に左右対称に関節する。 1987年、ベルンホーファーは、トロペオグナトゥスを、トロペオグナトゥスカとした。この考えは、他の研究者たちには採用されず、トロピーグナサズミセンブライネスを、ブラジルの研究者は、アンハンエラカに、ヨーロッパの研究者は、オルニトケールスカに分類する傾向がある。以下のクラドグラムは、この属のテレナダンテア内での、系統樹を示しており、 アンドレイスマイヤーズに従っている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。